RCA2011 年、モデルインテグナルレザーパック RCZ1.62011 年、モデルインテグナルレザーパックプジョー r c z は、フランスの自動車メーカー、プジョーが製造、販売していた2プラス2タイプのスポーツクーペである。308RCZ2007 年9月に行われたフランクフルトモーターショーにおいて、コンセプトカー 308RCZ が発表され、 その市販版として2009年9月の同モーターショーにおいて社名から308が取られた RCZ が発表2010年4月に販売が開始された。生産はマグナシタイヤのグラーツ工場で行われる。プジョーは RCZ より新エンブレムを採用し、またこれは1929年に発売された201以降、 プジョーの普通乗用車で初めて2桁目が0の3桁数字を社名に採用しなかったモデルでもある。市販版 RCZ の発表が行われたフランクフルト省には産洋電気製のニッケル、水素バッテリーを搭載し、エンジンが前輪を、モーターが後輪を駆動する方式を取るハイブリッドモデルの RCZ ハイブリッド4も出展された。エンジンには2リットルのディーゼルエンジンが搭載され、 モーターは最高出力 37PS、最大トルク 20.4KGFM を発揮する。第31回2010から2011、RJC カーオブザイヤー10ベストカーに選出。第31回2010から2011日本、カーオブザイヤー実行委員会特別賞を受賞。ガソリンエンジンは、磁気41.6リットルの直噴、ツインスクロールターボエンジンが搭載され。 最高出力 156PS と 200PS の2種類が用意される。他に台数限定だが、プジョースポールが F1 マシンクラスのアルミピストンや専用足回りなどでチューニングした1.6リットルで最高出力 270PS、最大トルク330 n m メートルを発生し、6速マニュアルミッションを搭載する RCZR。RC RCZR フィナールバージョンといった上位グレードも存在する。ディーゼルエンジンには時期42.0リットルのターボエンジン1種類が用意される。ガソリンエンジンの 156PS 仕様にはブバ6型6速 AT 及び PVM6 型6速 MT が同 200PS 仕様及びディーゼルエンジンには6速 MT のみが組み合わせられるが6速 AT 車は2010年夏より 発売される。なお、ガソリンエンジンの 200PS 使用は、最大トルクが通常時で 26.0KGFM となるが、オーバーブースト機能使用時には、最大トルク 28.0KGFM まで向上する。プラットフォームには308にも採用される PSAA、プラットフォームにを採用しており、前後のサスペンションは308と共有する。また、 内装も308のものをベースとしている。外装では屋根からリアウィンドウにかけて車両の中央部がくぼんだダブルバブルルーフと呼ばれるデザインを採用しており、屋根の素材は標準車はアルミニウムカーボンルーフパッケージではカーボン製となる。ありがとうございます。